するしない？次の匠どうしましょうか。もう順番考えてる中で半年先まで決めたいんですよ。2、3個までは決めたんですけど、それ以降どうしようかなっていうのですね。難しいよね。そのスケジュール、その出てほしい人たくさんいるじゃない、うん、あとそのスケジュールの兼ね合いと、うん、いろいろある中でやる。ドッポさんが見たいよね。あ、河野さんのはバズらないな。ちょっとね、俺一回やってほしいのが、愛子が MC やって、愛子が喋る愛子の匠。人質ね。あれちゃう。経費削減に思わない。経費は削減してる。寂しくない？真面目にどうしようか。どうしようか。考えてる。いやなんかね、ちょっと無茶してみたい感じあるよね。あんまやって、くれなさそうな人にちょっと一回こうアタックだけしてみたいかなみたいな。え、それは何？麻雀プロ問わずってこと？うん、まあ、そこは別にこだわらなくてもいいかな。え、垣根を超えちゃうの？超えないの？え、超えたら待って、むしろだってね、その人と人の垣根とかさ全部超えてきたタイプじゃん。モラルがないってこと？今ね、すごいマイルドに言ったの全部ストレートに繰り返してきてるね。悪い風に捉えちゃうの？待って、ってことは一般の方ってことだ。俺ね、今ね、ちょっとね、思い浮かんでる人いるんだけど、多分、愛子さんも同じ人を感じると思うんだよね。わかる。あれでしょ、最強位になっちゃったりする人でしょ。そう。え、わかる。わかるよ。俺もわかったよ。え、でもあの人もピンときたよ。でもめっちゃ忙しいじゃんね。忙しいし、おかしなギャラにならない。大丈夫？確かに。するしない。潰れない？え、てかまず、せーので言わない。4人の思考が一緒かどうか、せーので言わない。呼び捨てですいません。呼び捨てですいません。宮治だけでいいんすか？いや、フルネーム。フルネームで。あの、これね、フルネーム言えなかったら、つなぎ首だ。大変だ。下の名前の読み方もちょっとわかんないけど。一回言ってみよう。せーの。藤田進。お、合ってる。すごいね。え、マジで？みんな同じ人だった。めちゃくちゃ強いよね。ちょっと計算あるんですよ。何計算？今年さ、ドラフトでさ、ひなさん、なんていうチームに選ばれたんでしたっけ？スズヤメマス。そうだ。ということは、監督、あの、言ったら、お父さんと娘みたいなもんですよ。そこまでいく？これは。本当？うん。娘からのお願い、お父さん断れます？そういうとこにサブロ断る。つけ込んで断る、サブロ。サブロ断る。本物のお父さん。リアル父は断るけど。そっか。でも、渋谷の父は断らないかもしれないよ。忙しいのに、うん、言ってみる価値はありますよね。日向さんの頼みならみたいな。みんなもうお前やれよって顔してる。おかしくない？どう考えても他に言える人、うん、言えない。え、じゃあちょっと一回ダメ元でね、やってみる。この匠出演者については、うん、オファーを出して。わー、すごいことになりそうですね。これ万が一出てくれたら、日向さん大金星ですよ、うん、大金星。え、でもとりあえず、うん、ちょっと一度フォローを離れてやってみようか。藤田さんにオファーを出してみる。絶対面白いじゃん。面白いね。ではもう、あいこ本当にちょっと嫌な顔されたら、トッポさんが家って言ってました。そう、それにしよう。ノリしよう。今ね、この立場になってみるとこいつらダメだな。全然ね。まあいいや、どうせダメだけど行ってみるか。オッケーオッケー、やってみよう。じゃあ、匠出演者の新しい候補として、2020年中に出てもらうオファーを交渉しにやってみよう。なんとか21世紀中にね、いただけるように。準備よろしいですか？間もなく行きますか？準備大丈夫ですね？開けてますか？はい、やった。ひださん、今回は大会お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちなみに着順は2、1、2、3ですね。最後にじゃあシュンってまとめました。すごい人一人で。誰でした？中月さんという総合1位の人。やられました。あの、トイベンの人が3万点借りてました。100万？いや、箱下さん、いや、普通に削られてて、どんどん削られて。かなり、じゃあ、良かったですね。台風に巻き込まれつつ、まあ、いや、なんとか守った感じです。まあ、はい、お疲れ様でした。ひなさん、あの、私 YouTube やってるんですけど、ひなたのマジャスルしない知ってます？あ、知ってますね。見たことはないです。ですよね。ごめんなさい、ごめんなさい。いやいやいや、めっちゃアベマ TV のオンエアチェックしなきゃいけない。いや、全然いいんです、いいんです。マージャンの匠っていう企画があるのは噂で聞いたことあります。なんかある気がします。あの、トッププロが資
思考を全部喋りながら、はい、ひとはんちゃん見ていくっていうのがあるんですけど、本当に見たことないって言ってるのに申し訳ないんですけど、これをもし、はい、藤田進の麻雀の匠っていうのをもし企画したら出てくれますか？あ、もちろん。もちろん。いくら必要ですか？いやいや、いらんわ。奥で足りますよ。うちの店潰れちゃう。いやいや、アメバズで活躍してくれれば。じゃあ成績次第だ。ダメかもしれない。本当ですか？いいんですか？もちろんもちろん。藤田さんが、はい、最強位だったりいろんなところで目まぐるしい活躍をしてる思考を全部喋ってくれるんですか？まあ、大したことはね、考えてない。まさかの OK プライズ。ダメだろと思って言ってみたら、じゃあ言いましたよね、はい、動画撮りましたから、はい、大丈夫では、ぜひよろしくお願いします、はい、頑張ります。